メアリー、この町にいるのか。曖昧な眠りの中で夢見るのはあの街、サイレントヒル。いつかまた二人で行こうと約束しておきながら、私のせいで叶わなかった。私は一人でそこにいる。あの思い出の場所であなたを待っている。手紙が来た。封筒にはメアリーと書いてある。妻の名だ。そんなバカな、あり得るわけがない。分かっているつもりだ。メアリーは3年前に病気で死んでいる。それでも会いに来た。思い出の場所、どこなのだろう。この町には思い出が多い。メアリーがいるのか。本当に彼女が待ってるのか。頭の中をまさぐられてるみたいだ。
失礼。ごめんなさい、私。ああ、驚かせてすまない。道を聞きたくて。道を？ああ、サイレントヒルに行くにはこの道か。ええ。霧が出ているけど、一本道だから迷わないと思う。ありがとう。でも行かない方がいいかも。それはその町はなんていうか変になってるの。この霧だけじゃなくてね。危険なのか。多分うまく説明できない。でも気をつけよう。嘘じゃない。疑ってるんじゃない。ただ嘘でも本当でも構わない。あの町に行く。なんで？探してるんだ。人、とても大切な人だ。私も探してるの。ママ、いえ母を。何年も会えていないの。きっとここに父と兄もいると思った。でも見当たらないし。ごめんなさい、こんなこと。いや、その見つかるといいな。ええ、あなたも。誰かいないのか。
ちょっと待って。またあるぞ。なんだ。Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, tengo miedo.